everyone. Welcome to Art English School. 皆さん、こんにちは。アート英語学園チャンネルへようこそ。私はアート英語学園の海上さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はこの本をご紹介したいと思います。アスリートたちの英語トレーニング術ということで、これ私、図書館で借りてまいりました。はい。これはですね、岩波ジュニア新書といって、主に高校生の方を読者として作られた新書ですね。ですので、すごく言葉も柔らかい感じで、デスマス調で読みやすく書かれていますので、もしもね、何かこう読書感想文とか、なんか読書ノート、宿題で書かなきゃいけないっていう時に、なんかこうスポーツに関係したことで部活のことと絡めて書けないかなみたいな方には、とてもおすすめの本でございます。で、これはですね、英語トレーニング術と書いてあるように、5人のアスリートの方、もう皆さん現役は引退された方ばかりですけども、にどうやって英語を含めて外国語を勉強しましたかっていうインタビューをしたものをまとめたものです。で、大体こういうインタビューのものって読みやすいですよね。こうなんか質問して、それに対して答えてくれるっていう口語調で書かれてますので、そういう点でもすごくおすすめです。で、どういう方が、インタビューされてるかというと、まず水泳の鈴木大地さん。で、この時は、まだ違ったと思うんですけど、今は確かスポーツ庁長官大臣ですよね。東京オリンピックに向けてすごく偉くなってらっしゃる方でございますね。あとはマラソンの増田明美さん。もうマラソンの中継といえばもう増田さんという感じで、もうなんかトークに引き込まれてしまって、私あの方の解説聞くためだけにマラソン中継見たりするぐらい大好きでございます。で、あの方がどういうふうにして言語を習得されたか。あとはマラソンの瀬古利彦さん。いや、瀬古さんが英語を堪能だとは初めて知りました。はい。のような方が載っております。まあ、ですので、ちょっと古いので、今の高校生の方たちは、この方たちが現役で走ってるところはご存じないと思います。で、読んでるとですね、皆さんね、それぞれいろいろな方法で英語を習得されてるわけですけど、共通しているのは、向こうでインタビューを受けたり、それから遠征するから海外に行くわけですよね。なので、とりあえずこう耳で聞いて、その場でこう即答できるみたいなところに非常に重きを置かれていて、多分それができなくて苦労したとか、海外の記者の方にインタビューされた時に言いたいことが言えなくてもどかしい思いをしたとかですね、そういうのが根底にあると思うんですけれども、なのですごく耳で聞いて、それにこう自分の考えを言うということにすごく重きを置かれているということです。ですので、皆さん共通して聞く、それから喋るということを中心に勉強されているということですね。それから皆さんいろいろ忙しいので、毎日決まった時間に例えば学校行ったりとか、そういうのは基本的にできない方ばかりなので、本当に空いた時間とか、そういうところをこ う, うまく、例えば移動の時間とかねを使われたりとか、あと増田明美さんの場合は今はどうかわからないんですけど、週に1回はもう必ずこの時間には英会話のレッスンを受けるって決めてですね、絶対にそれは休まないようにしているとかですね、そういうふうにスポーツされる方ってこう自分を律するっていうのが得意だと思うんですけども、その中にうまくこの英語っていうのもね、トレーニング一個として組み込んで真剣に取り組んでいらっしゃるっていうのがすごく印象的でした。はい。ですので、こうスポーツができれば言葉なんか後でいいんだっていうんじゃなくて、そのスポーツの方のパフォーマンスを上げるためにもコミュニケーションっていうのは欠かせないんだっていう、そういう捉え方ですよね。ということでやってらっしゃるので、皆さんとても真剣です。で、そういうふうに取り組まれているので、大体皆さん2年間ぐらいすごく苦労されている時期があるんですよね。例えば留学されているとかで、そこですごく苦労されて、でもへこたれずについていくと、それを乗り越えるとですね、あとはもうなんとかなっていく、こう日々の生活の中で新しい単語を入れていくとかっていうことでなんとかなっていくので、2年間とか、あるいはその最初の半年とかね、
その辛いところでへこたれずに頑張って食いついていってるっていうところが皆さん共通してると思いました。はい。ですので、あとですね、皆さんとても本当真面目だなと思ったのは、中学校高校時代ですから、まだそのアスリートとして、これからどうなるかわからないぐらいの時期から意識を持ってちゃんと英語の勉強されてる。学校の英語の授業はとりあえずちゃんと受けて、テストでもちゃんと1点が取れるようにやって、で、英文法なんかもちゃんと高校の英語まではやっている。ですので、実際にこう実践的に英語を使わなければいけない時に、もう英文法の知識は頭に入っていたので、あとはもうリスニングとスピーキングの練習だけでよかったんだ。ですから増田さんだったかな、海外で英会話スクールに入った時も、最初その聞いたり喋ったりっていうのができなかったので、こうクラス分けがありますよね。それでこう結構一番下のクラスに入れられちゃったらしいんですよ。そしたら内容が超優しくって、もうこんなクラスにいたらダメだと思って、すごい奮起されてですね、もうあっという間に一番上のクラスまで行かれたとかですね。あと、そうですね、イギリスの大学に留学された方なんかも、もちろんすごい苦労されてるわけですけども、文法に関しては高校の時の英文法の参考書、それさえあればもう十分だったとかおっしゃってるとかですね。ですので、文法っていうのはどこで習っても一緒なんですよ。別にイギリスで習おうが、アメリカで習おうが、日本で習おうが一緒なので、文法とか単語、語彙力ですよね。そこのところは特に海外に留学しなければダメとか、そういうことはなくても本人の意識ですので、学校の勉強をちゃんとして、あとは具体的な目標、こういう場面でこういう人と喋りたいから、こういうここら辺ぐらいまでのレベルまで自分の英語力やりたいみたいなのが決まったら、あとはもうガーッといくっていうね、それがまあコツかなという感じで、非常に読みやすいですし、難しいことは一個も書いてなくて、ですごくですね、受験生の方とか、なんで英語やらなきゃいけないんだろうとかね、思ったりするじゃないですか、誰でも勉強してると。その答えはですね、ここにぎっしり詰まってると思いますので、まあ、いろんな意味で、まずとりあえずはなんか読書感想文でスポーツネタでいきたい、でも真面目なやつとか思ってる方にはとてもおすすめですので、このアスリートたちの英語トレーニング術、ぜひ図書館に行ったらあるかなと思います。岩波ジュニア新書ですね、ちょっと前に出た本かな、2011年に出ております。はい。ですので、もう本屋さんにはもしかしたらないかもしれないですね。ということで、本日は、この本のご紹介でございました。以上、アート英語学園、怪獣さつきでした。See you next time! Bye!